い、今月のブラウェーブは辻堂サーファー通りに来ています。見てごらんこれ、はい、それぞれね、もういきなりですね。麦波ってお店なんですけど、麦波オーナー目の前にいます。自己紹介お願いします。はい、麦波ベーカリーの青木と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあこちらはね、パン屋さんですよね。そうですね、はい、で、こちらは全部オーナーの青木さんが、はい、作ってます。お一人で一人で作ってます。すごいですね、はい、すごい美味しそうだよね。さっきから2つ狙ってんだけどさ。そうあれさっきより数1個増えてますよ ね。パンの種類、もうさっきが食べたいのは分かるんですけど、ちょっとお話も少し聞いてください。パンの種類は1日何種類ぐらい？パンの種類今はだいたいアイテム数で80種類ぐらいですかね。一人でやってるんですか？一人でやってます。サーフィンなんか行く時間ないでしょ？ないですね。これはチョコレートクロワッサンですよね。そうです、パンオーショコラ。さっきから食べたいんですけど、これもちょっと美味しそうなの。これは何なんですか？これはエスプレッソを使ったカスタードクリームとバナナと、あと上に乗ってるのはクリームチーズフロスティングっていうクリームチーズ、甘いクリームチーズのクリームですね。これはどうですか、人気は？これはですね、実は今日限定みたいな感じで、たまたま焼いたメニュー、もしかしたら今後出るか出ないかっていう、微妙です。実験台になりますよ。ぜひ。そうなんだよ。でも早速ちょっとこれ食べてみようかな。食べてみようかなと思ってるんだけど、はい、これ限定。ずるいな。今日の限定。ジョージさんが持つとすごく小さく見えますけど大丈夫ですか？一口でいけちゃうそう。あ、美味しそう。断面がすごいです。この中のエスプレッソです。はい、美味しいよね。このコーヒーも地元のコーヒー屋さんのコーヒーを、はい、これ作った方がいいですよ。そうですか。これじゃ気まぐれじゃなくまた、うん、こういうさ、この何枚もあるこういうのは、はい、一枚一枚、そうですね、折りながらこうバターを折り込んで、それを1日かけてだいたい折っていきますね。1日かけて作るの、僕これきっと2分かけないで食べちゃうと思うんだけどね。これ美味しいよ。そう、なんかって美味しそうだもん、うん、いいです。私はちょっとじゃあこちらのとしあんパンを、麦波あんパンをいただきたいと思います、はい、これすごいんですよ。ちゃんと麦波って一個一個にパンが押してある、焼き印が押してあるんですよ、はい、見てます？ちょっとジョージさん、中身見て、あ、何やってんだ。いただきます。どうぞどうぞ。おいしい。あんパンもすごく、あんこもすごい自然な甘さで。そうなんです。あんこもこれオーガニックのあんを、はい、たまたま美味しいあんが、オーガニックで作ってるあんが見つかったので作り始めたアイテムなんです、はい、オーガニックのあんってあるんですか？あるんです、ね、はい、有機あんっていうのが、はい、こちらは何のベーグルなんですか？これはシナモンレーズンですね、はい、中にクリームチーズが、ベーグルっていいね、こういう、なんていうのかな、もちもち、そうですね、もちもちした感じです、うん、ベーグルじゃあみんな買うんですね、じゃあ今ベーグルは人気があります、うん、はい、オープンの時から僕ベーグルが作りたくて、ベーグルだけはずっと お店をやるまで他のお店ではやってなかったので、修業時代にやってなかったので、もう自己流にいろいろ研究してようやく、ベーグルの種類は何種類ぐらい？ベーグルの種類は、毎日12種類ぐらい、はい、ベーグルだけでそんなにあるんですね、はい、ただ1種類1種類の数がそんなに多くないので、8個とか、まあ、ものによっては4つとか、そういう種類を増やす感じで、はい、ベーグルの中で人気あるのはどれ？ベーグルの中で人気あるのはやっぱりクランベリーを使ったものとか、うん、まあ、ベリー系が人気ありますね、うん、あとはプレーンのものと。営業時間はどうですか？営業時間、営業時間は朝9時から、夜の7時までですね。
ってことはパンを何時ぐらいから作り始めるんですか？パンは今大体5時と6時とそのぐらいに。サーフ行く時間ないじゃないですか。ないんです。ないんです。定休日とかも。定休日は基本的に月曜日です。そう、私ちょっとフェイスブックで、はい、麦沼さんのフェイスブックでちょっと拝見して気になったんですけど、はい、このお魚の形をしたクッキーがあって、はい、これがなんかビーチマネー、ビーチマネーっていう取り組みがありまして、はい、あのエコサーファーっていう団体があの運営してるんですけど、あの要はビーチグラスですね、はい、シーグラス、あの海でビーチクリーンをしたついでにあの綺麗なシーグラスを持ってきてもらえると、まあ、加盟店でいろいろなサービスが受けられるっていう取り組みなんですけど、それの一環としましてうちのお店でこのクッキーを買っていただくと売り上げの一部がそのエコサーファーさんに寄付されるっていうクッキーを焼いています。すごい可愛い形のお魚の私をしてるんですけど、面白い、それ聞いたことないんだよ、ビーチマネーってね。あのでもこの辺も鎌倉寿司もうこの辺一体加盟店が今70店舗ぐらいあるのかな、もう歴史的には 7,8 年ですね。あ、はい、だから最近海でビーチクラスないのかな。そういうのもあります、うん、あるかもしれないです、はい、ね、うん、じゃあね、ここであのパン持って帰って今でも食べ残り食べちゃうか。そう、まあ、とりあえず食べましょうか、うん、そう、これね、ぜひ皆さんにもこの美味しい麦のビーカリーさんのパンぜひ味わっていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。